フィファワールドカップカタール2022ヨーロッパ予選、マケドニア対ドイツが現地時間11日に行われ、いつが0、4で解消。この試合にスタメン出場し、ティモベルナーは、見事な、抜け出しから、快なゴールを決めた。今シーズンの欧州さ、ワダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、試合序盤から、 再三チャンスを割く。もう決めきれないドイツ代表は、後半開始早々の49、2、カイ・ハフェルツのゴールで先制に成功。こから、徒党のゴールラッシュを見せる。70分、バ、タルエリアで、フロリアン・ビルツから浮き、玉のパスを受けたトーマス・ミュラーが、再、センウェ、華麗なダイレクトパスを出す。このパス、反応したベルナーは、後ろから来たボール、そのまま、ボレーシュート。 相手 GK を触れないゴーな一撃を突き刺した。さらにその3分後、右サイからセルジュに炙りが、アーリークロス上げると、ボールは、ファーサイドのベルナの下へ。これを冷静にトラップした。この FW は、狙い、済ました、コントロールシュートを放つ。綺麗な放物線を描いたシュートは、ゴール右隅に、メマリ3、0、ドイツの背番号9が三分間で二ゴールを、くした。 その後さらに1点を追加し、0、4で解消の勝利により、ドイツ代表は、世界最速の FIFA は、ドカップカタール2 0 2 2出場権を獲得。ヨーロッパ、1007勝1敗とグループ J で2位につけるルーマニア、表に、勝ち点、8の差をつける圧倒的な、強さで4を突破した。次ページ、動画、ドイツ代表 FW の豪快、ゴールがこれだ。